こんにちは、タコです。今回は、ONE で現在5連勝中の手塚博之選手が、青木真也、浩二、秋山義弘を相手に、裸の王様、資本主義の豚、快楽主義の豚野郎と罵り、トラッシュトークが展開され、そこに平本蓮也、須田理央剛まで参戦していたのでまとめました。ではどうぞ。まず、手塚博之選手とは、栃木県出身で、現在34歳、元ウェルター級キングオブファンクラシストで、栃木でお米を作りながら、田舎の大自然の中、トレーニングに励み、野生獣や、超マッスル米農家ファイターと呼ばれています。手塚選手の作ったお米は通販で購入でき、評判がいいそうです。そんな手塚選手は以前から秋山義弘戦を熱望しており、2020年には、秋山義弘選手を試合してみたい。野生獣 VS セクシー山。とツイートしたり、2022年に手塚選手がワンで3勝目を挙げると、秋山選手とやりとり。おめでとうございます。セクシーです。そう、お茶を濁さずに、セクシー枠2人もいらないっす。なら私の方がセクシーですね。試合して決めましょう。セクシー王決定戦。と、セクシー対決を望みます。ちなみにお茶を濁すというのは、2008年に青木真也が秋山義弘に放った言葉です。また、同時期に栃木県で手塚選手が主催する格闘技のセミナーに青木真也が講師で呼ばれ、バカサバイバー in 栃木、渡航前に超一流の技術堪能、最高でした。青木さん、ありがとうございました。とお礼を言いますが、翌日、青木真也はボイシーで、手塚選手ってワンに出てる栃木の人のとこ行ったんだけど、手塚選手が野生のパワーみたいのやってんのよ。なんかそれすげえもったいねえなと思って。そういう見せ方じゃねえんだよな、この人みたいな。マイルドヤンキー的なんだけど、実はすごく賢いところがあって、一番僕が賢いなと思ったのが、東京に出ずに豊かに生きるみたいな、幸福度の高い生き方をやってる人なんだなと。と、いつもの青木節で褒めたりダメ出しをしたりします。マイルドヤンキー手塚、青木さんが語ってくれてる光栄、田舎暮らしの豊かさっていうのは今後注目されていくのでは？人としてもファイターとしても地方在住の利点って多いんです。と喜びます。青木真也は、明日シンガポールの団体で試合をする手塚さんがセミナーのお礼にと米を送ってくれました。我らが川尻さんがどこに向けてやっているのかわからない YouTuber となった今、北関東をたくましい体とポエムで背負うのは手塚さんだ。みんなで見よう、アベマ格闘チャンネル。と川尻達也を巻き込んで手塚選手を茶化します。そしてしばらくして、努力しないといけない環境作りよりも楽しくて勝手に努力しちゃう環境を作れと手塚選手が持論を述べると、川尻といい達也といい北関東はポエムが得意だねとまた茶化します。未だ青木先輩のようにノートを書くほど文才がないのです。北関東最強のポエマーより、ちなみに俺が言葉紡いでるのってポエムじゃなくてリリックですからね。青木真也がロックの生き方なら俺はヒップホップの生き方目指します。そして、ONEで青木真也 VS 秋山義弘の対戦が決定すると、俺の獲物は青木先輩に取られた。許さない。と悔しがります。脈略なく秋山義弘さんに対戦要求して、面白いけど周りが顔じゃない&商売にならないと対応に困るセクシー手塚博之さんの手塚米を食べながら、サンデーモーニングの山口香里さんのアッパレと寝技は落ちないのとんでもろを聞きながら、日曜日の朝、セコンド代金はバンコクで5。とダメ出し。そして2023年、ライジン45追加対戦カード発表会見があり、手塚選手は、格闘が上がるリングとは聖域であり、選ばれし者が上がれる舞台だった。だからこそ価値があり憧れていた。競技力なくとも影響力を持てばすぐに上がれる舞台になってしまうと、強さより知名度を競う世界になって、日本の格闘技のレベルは果たして上がるのか。ハッシュタグ、日本格闘技界のガラパゴスか。と、格闘技界の現状を嘆くと青木真也は、お前はプロなんだろ、だったら胸張ってろと諭します。そしてここでなぜか溝口裕二氏が手塚選手のツイートにレシートを発行。要約すると、トップにしか光が当たらない業界よりみんなにチャンスがある業界の方がいい。なぜなら自分の好きな競技と自分の遺伝子や骨格が適合してるのかはわからないし、家庭環境も影響する。そもそも知名度を得ることだって努力が必要。格闘技ファンも寛容になった方が裾野も広がる。大臣の経営陣はそのバランスが極めて高い。ワンやベラトールなどあらゆるメジャー団体が経営面で失敗しているなどと話し、どこにでも現れては勝手にお会計をしレシートを発行する溝口裕二氏。ちなみにリプランではめっちゃ叩かれてました。話を戻します。2024年4月、手塚選手はワンでの試合を控え、合格の取材を受け、青木さんと秋山さんはとりあえずどけと。秋山さんは俺とやって勝てないと思ったのか、リスクを考えると相手にしたくないのはわかりますけど、俺だったら去る前に下の台とやってやられて新陳代謝させることがかっこいいと思うので、全然セクシーじゃねえなと思いますけど。などと話すと青木真也とレスバー。手塚博之さんの相変わらずめでたいインタビュー。若い世代が力不足で情けねえから日本大会もわしと秋山が意地張ってんですよ。お前らの力不足を恥じろ。手塚博之さんは農家としては認めています。あとは俺たちが盛り上げてくんで任せてください。青木さんは文筆家としては認めています。
SNS でスポンサー募集している恥知らずの館はめでたくて何よりです。宣伝ありがとうございます。手塚ひろゆきさんをブロックしました。グッバイ深夜と青木深夜は手塚選手をブロック。ちなみに青木深夜と芦沢流星はスポンサーをつけないことで有名です。浩二選手も SNS で堂々と募集していました。そして同時期に大谷翔平選手の通訳の賭博事件に対し浩二選手が出したコメントはなぜか新聞の一面を飾り、石井聡選手がトースポの取材を受け、引退後は花屋さんか役者か政治家になりたい、あともう一つ言いたいことがあるんです。僕があの手この手で頑張っても裏一面にならないのに浩二は大谷を使って乗ってたでしょ。許せない。浩二と戦えるなら復帰してもいいくらいですよ。僕の最大の目標は浩二超え、つまりトースポの一面に乗ることですと冗談を言うと浩二選手が登場。オリンピック金メダリストにまでモテてしゃあない、ほないつでもやりましょう。すると一般の方が、秋山義弘戦は塗山さんはなどどないだったんやろか、いつでもええよと話します。浩二選手も最近秋山義弘選手に絡んでおり、14年ぶりに復活した K1 ワールドマックスの会見で推薦選手を送り出した浩二と秋山義弘。浩二はマイクパフォーマンスを求められ、 K1 も結構うるさいんですよ、盛り上げてくれと。秋山さんとやりますか試合を、もちろん立ち技でしか絶対にしないんですけれどとパフォーマンスし、 X では、エキシで4桁オファー来たからさ、もし答えるなら秋山さんみたいなおもろい人とバチバチやってどっちかがぬるっとぶっ倒れた方がええやん。9800円くらいかな。2200万円ね、惜しい。すると一般の方が、もはや金メインやん。全然金が全てやないよ、せやけどプロでやってる限り金は大切、ある意味それが評価やからなと話し、ひたすらタックルと練習動画を上げると、秋山義弘が、そのタックルでは俺にテイクダウンは取れないな、滑りますもん、リングでやりましょう。調子乗りすぎちゃうかな、リング、ケージ、どっちでもいいよ。滑りすぎちゃうかな、野郎は調子乗ってなんぼなんで、大臣でもワンでも何でもいいですよ。舐められたもんだわ、ワンと話すわ。と、4桁の駅士に興奮気味の両者。すると、手塚選手は、よその団体のビギナーさんは人の獲物に手出そうとしないで静かにしてて。どこから湧いてきたか、どの種類かもわからん動物園のゴリラはバナナ食うて静かにしてて。あんたお得意の頭突きありのキックルールのスパーで遊んであげてもいいよ。相手にならないからちゃんと米食って体作っといて。金にもならないゴリラは興味ないです。金になるゴリラになったら教えてください。その時は全力でヘディングしに行きます。ただ MMA2 ならなあかんから聞きたいこともあるっちゃあるから教えてもらったってもいいですよ。俺腕のない名ばかりの知名度先行ファイター嫌いだけど、あんたにそうなってほしくないから MMA 教えてあげますね。その時俺にもヘディングと営業の仕方教えてください。ぜひ知名度も実力もあるのは本物ですからね。本物目指してお互い突き進みましょう。最近よう見かけますが、図体でかいもんが小さいもんに喧嘩売るのは寂しいもんですわ。俺は己から喧嘩売るなら体重も全て合わせます。それが格闘技で男や思いますからね。ほな、スパーで遊ぼうって言っただけで全然喧嘩は売ってないけど、浩二さんももし階級上のやつに女取られそうになっても体重言い訳に泣いて詫びたくないでしょ。必死で歯向かうよな。路上も野生も階級なんて存在しねえし、そっちの方が真の意味で俺は格闘家だと思うし男だと思うよ。ハッシュタグ一緒に練習楽しみにしてます。あなた格闘家でしょ、仲間と女のためならハルクやろうがダルシムやろうがやりますぜ、しつこい筋肉は持てんよと絡みます。秋山義弘は4桁駅士の浩二にアンサー。焦ってるのかな頭突きくん、そもそも体重合わんしね、弱いもんいじめになってしまうわ。まあ待ちなさい。荒ぶる手塚選手は、自らが若手のチャンスを奪っていることに気づかず偉そうに椅子に座り続けている老害ってどこの業界でもいるよね。ヒント、青丸丸山、強くてキモいより強くてかっこいい方がいいっすねと山本キント選手が青木真也に放ったチクチク言葉をサンプリング。すると桜井マッハ隼人さんがいいね。さらに少し前に平本蓮が結婚報告し、マッハさんが平本蓮におめでとうございます、あの時の小中学生だった少年が結婚か、時が経つのは早いと祝福すると、平本蓮はマッハ先生ありがとうございます。すると青木真也が乱入、俺たちの隼人桜井、営業上手はどこ上手、いくら自信があっても羽取りはダメだよねと、かつて羽取りが流出してしまったマッハさんに絡みに行くとブロックされてしまいました。違法。そしてマッハさんは、誰が金にならないとか点数持ってないとかより実力見ろよ実力を、それが格闘技だろうと発言。青木真也の苦言なのかは不明ですが、手塚選手はそのマッハさんの投稿を引用し、腕のない名ばかりの知名度先行ファイターや卑怯者やいじめっ子は徒党を組みがちなのでほんと気持ち悪いです。腕のない名ばかりの知名度先行ファイター、卑怯者、いじめっ子、絵に描いたような裸の王様や資本主義の豚も快楽主義の豚野郎も大嫌いなんです。絵に描いたような裸の王様、資本主義の豚、快楽主義の豚野郎。そして手塚選手は YouTube を公開し、浩二丸青丸丸山アンチの方はチャンネル登録必須でお願いいたします。そして秋山義弘にしつこくラブコール、ただでさえ今でもぬる山とか卑怯者扱いされてんのに最後まで若手の煽り無視して逃げたって言われるような引退後の人生考えただけでかわいそう、ハッシュタグ秋山義弘を救いたい。そして一般の方が、
僕は青木選手の客で、手塚選手のファンでもあるので、とても複雑ですが、あまりしつこくしていると、青木選手はやりとりに飽きてしまいますから、ほどほどに絡んでほしいですね。二人の SNS が盛り上がるのは大歓迎なので。飽きるも何もビビり散らかしてブロックして逃げてるからね。裸の王様だよ。そして、4桁駅士の工事は、一般の方のリプライに怒涛の返信。手塚選手とのやりとりに対し、ジジとはノリノリでやるけど、手塚とはやらないのなんで？全然ノリノリではないけど、ジジはメイウェザーに近づけるから。ゴミさんは尊敬してるから。筋肉は金にならんし、誰か知らんから。そんなの相手にしてたら、キリないから。以上。手塚って5連続フィニッシュ中なのに、ボーナスもらえてないんだよね。他の選手は負けたとしても、いい試合したらもらえてるのに、5連続フィニッシュしてる手塚はもらえていない。花がない。団体から大切にされないのは、団体側が悪いやない。団体からしたら、その程度ってこと。選手はごちゃごちゃ言わんと、団体に必要にされる選手になればええだけの話。以上。などと、ファンやアンチコメントに返信していきます。すると手塚選手は、実力ねえやつから花ないとか言われたくねえな、ビギナーさんよ。MMA で強くならないといけねえんだったら口慎んで静かにしてろ。判定ばっかのあんたの試合は花があるって胸張って言えんのか。コージは、アホんだら、悔しいことばっかでビギナーやから今必死こいて強なんねやろうが、ゴリラ。ゴリラのその実力が本物なら、悲願で絡んでコント黙って一本でやったらええがな。結局実力でどないもならんから SNS で絡んどんやろうがポケナス。売名ご苦労様。そして、裏でひっそりと、津田リオツル選手がアンポルキアとコージに苦言。最近目にするダサい格闘家の共通言語というか、関西出身ダサい格闘家共通言語かな。寝技できない奴はゴロゴロといい、自分より大きい人にはゴリラとかデブといい、自分より大きくて喧嘩勝てない人には階級を合わせるとか、プロの格闘家として小さい奴に喧嘩売る奴はダサいってプライドないのかって言ってやりたいくらいダサい五択並べるなよな。俺はデブっていう子猫ちゃんたちより筋肉量 96kg 以上あるし、はるかに筋肉量多いけどな。そして足の速さも負けないよ。とヘビー級マウントを取りました。手塚選手はコージに、いい加減コージファンの女の子たちは目を覚ました方がいい。いくら金、モテアピールをしようとも真の格闘家になれず、物事の本質にも気づけなかったただの詐欺まがい営業マンだったと。弟の深夜からゴリラにブラザーズチャンネルのオファーがありました。手塚をコージチャンネルに呼びましょう。ひよってんじゃねえよ。裏でこそこそ気持ち悪い。お前は弟みたいにブロックして逃げてねえで根性見せろよな。そして平本蓮が登場。手塚選手、コージにはとある力によって1000人ぐらい動員できる能力があるだけで、ファンはあんまりいませんよ。ハッシュタグ、この戦争を終わらせに来た。やはり俺も騙されていたか。とある裏の力とは、以前からコージ選手は創価学会員なのではという噂が立っており、最近アンチとのレス場でコージ選手本人が創価学会員であることを認めるような発言をしたことから、創価学会の組織票のことを指します。手塚もそっちの人だったらどうするんだ。その考えはなかった。俺は米の力しか信じてないから大丈夫。どんな能力やねん。その裏の能力欲しいわ。まとめてチケットなんか買うてもらったことないがな。一人一人チケット買ってくれる奴らに感謝やな。もっちゃんまでにモテてしゃあない。この間格オタのツイートをわざわざエゴさして反論したり、長年俺のリプを無視するのにこの関連だけは返事するよな。どんだけこの詐欺師は自分の力で成り上がれなかったことにコンプレックス抱えてんだろうか。定期的に格オタ君が相手にしとったので、たまにはメンヘラボーイ相手にしたらな、かわいそうやん。そっか。そしてアキラ選手が、呼んだ？ゴリラばっかり寄ってくるやん。もう飼育員やん。動物園でも開こうかな。そして青木真也はノートで、SNS における手塚弘之さんのフリーライドこじき芸とプロ格闘技の仕事作法と題し記事を投稿。ワンで5連勝、5連続フィニッシュにもかかわらず、大会の勝負どころを任されることなく、一向に二つの上がらない手塚弘之さんが、持ち前のフリーライド&こじきマインド全開で、今日も元気に SNS で活躍されています。さすがに見苦しいから彼の周りの人は羽交い締めにしてでも止めるのが優しさだと思うのですが、ご本人が SNS の浴衣に空気を入れられて酔っ払っているから仕方がありません。売名ならばまだ良くて、しっかりこじき枠に踏み込んでいるのは手塚弘之さんらしいです。完全にあっち側に着地していて、見物人としては見応えがあります。いいぞ、もっと行け、振り返るにはまだ早いぞ。と、モテる語彙をフル稼働させバカにします。私をブロックした文筆家の方が、ノートでまた私をいじってくれているようです。1月の日本大会で死に損なって死に場所を探しているお方なので、皆さん最後まで温かく見守ってあげましょう。ハッシュタグ、老害。と、様々な格闘家を巻き込んでわちゃわちゃしていました。今回の動画いかがでしたか？どうしても秋山義弘戦を実現させたく、四方八方に喧嘩を売る手塚選手。もしかすると青木真也戦もあるのでしょうか。そして秋山義弘対コーチの駅士に需要はあるのか。スザリを通したいアンポルキアの無差別級 MMA マッチはいつ開催されるのか。など、まだまだ格闘技界は様々な話題を振りまいてくれます。個人的には石井聡選手のファンなので、花屋さんになったらぜひ花を買いに行きたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。